在庫があるっていう状態のものなので、まだあのその注文自体が完了してないので、企画さん側にも在庫が存在するっていう。なのに、まあ、当館の準備が全部終わってて、当館ももう出荷してるんです。物出荷してるのにかかわらず、企画さん側にも現物があるし、ネオイング上も現物があるっていう状態になってます。そう、データ上。でも、実際は現物じゃない。そう。で、何が起きるかっていうと、4月1日を迎えると、現物の処理が動いて、これ、全部在庫があるっていう状態になるんですよ。そう。全部データでやってるから、そう、全て機械でやってるので、